こんにちは、まやこです。今日はヘアミストについてご紹介したいと思います。夏ももう終わって、まだまだね、こちらは九州なんですけれども、まだまだ暑いんですが、まあ、フレグランスももう秋用に、で夏の間はゲランの、アレゴリアを使ってたんですが、まあ秋冬にちょっと濃厚なタイプのフレグランスを使う前に、あの季節の合間にヘアミストなんかを活用されたら、気持ちもリフレッシュしますし、あとやっぱり年齢的にもアラフィフね、なってくるとなんか加齢臭なんか言われないけれども、なんか加齢臭っていうのがあるのかどうか、そういうのも気になりますので、普段ちょっと愛用している、季節の変わり目に愛用しているヘアミストのご紹介をしていきます。でまずそうですね、一番今っていうか通常使ってるのがこちらのシャネルアリュールテンダーヘアミストになります。でこれフレグランスオードトワレとかと違ってシャネルですけれども、ヘアミストお値段もそんな高くないです。ただボディミストの方がお得感ありますよね。だからヘアミストじゃなくてもボディミストはココマドマゼルとか持ってますが、そっちの方がお得ですけど、まあ今日はヘアミストのくくりということで、でこれはですね、まあアラフィフの人は分かられるかもしれないですけど、これが発売された、ヘアミストじゃなくてアリュールが発売された時がちょうど若者の時で、若者のことなんか本当これ買った時に試しさせていただいて、で香りを嗅いだ時にその時の記憶がふわってなんかフラッシュバックして、でもすんごいもうプアゾンの香りをなんかね、最近嗅いだ時にもなんかそれがあったんですけど、その時代時代にその当時流行ってた音楽を聴いた時にその時を思い出すみたいな、そういったのがあって、で実際嗅いでみるとなんか懐かしい香りがして、でアリュール一人一人の魅力、アリュール魅力とか魅惑とかそういう意味らしいですけれども、その人の体温によって香りも違ってくるっていうことで、あ、ちょっとヘアミストとずれましたね。でまあオリエンタルな感じがします。でもオリエンタルフローラルで、まあ大人のちょっと境目、ちょっとチャンスとかよりも大人の感じで、で匂いもすごい、トワレとかだと難しいですけど、ヘアミストだと匂いも結構飛びますので、シャネル入門の方とかはいいと思いますし、全然安っぽくないんですよね。香りがオリエンタルがベースにある香りなので、好き嫌いもあるかもしれないですけど、こちらを、でもう紫外線、髪が綺麗になるとかそういうまとまるとかそういう効果はあんまり感じないです。もうフレグランスの代わりとして使っていますけれども、ちょっとこう髪の内側になじませてしておくと、まあ、持ち、あと2つご紹介するんですが、その中でも色一番香りの持ちがいいタイプになります。で、もう出しちゃいましたけどね。で次がこのアユーラのヘアミスト、これはアユーラスプリットオブアユーラヘアミスト、これは精度のヘアトリートメント、150ミリで2000円ちょっとくらいですね。でハーブ系も本当、アリュールがフランスでしたらもうとっても日本的な香りです。グリーンフローラルみたいな、
ハーブが元になっていて、カモミール、ローズマリー、クラリセージ、フレッシュハーブで、お茶、茶と、なでしこ、そういったのもピリッと入ってるんですけれども、全然もうあのピリッともなんともしない万人受けの優しい香りで、これはもうアリュールと違って、匂いはもうつけた時にだけファッてあの終わるみたいな感じになりますので、何プッシュかして、で、あの髪をまとめとってたりとかして、で、あのゴムで外す時また残ってるのがふわっとするような香りになります。で、これはもうボディとかにもつけたりとかしますし、会社のあのロッカーの中に入れてた分なんですけれども、そうですね、冬に使うにはちょっと夏っぽいっていうか爽やかすぎる香りになりますが、まあ、季節のちょっと変わり目で、あのちょっとジメジメして雨の湿気がある時なんかはこっち使ったりで、あのちょっと乾燥してて冬っぽい時はアイルを使ったりで、で最後がこちらの、これもパケ買いで、ね、かわいいリスがついてる、ワンダーハニー、ピキュアハニーの朝摘みマートルの香りでも、あのアユーラのスピリットオーバーアユーラよりも持ちます、この匂いのほかで、どっちかってあのベルガモットってみかん柑橘と、レモンとかそういった香りになりますね、うん、で今なんかちょっと見てみたら、あの清掃を中心になってたみたいなんですけど、これもまたリニューアルして出てきた分なので、またあのリバイバルで登場するかもしれません。でこれはあのプラスチック、このアユーラの分もプラスチックですけれども、あのバッグの中に入れておいたり、あの持ち運びもしやすいですし、で押し毛もなく使えるですね。だから朝なんかつけといて、朝つけといて使い直しも使えるし、でパッケージが可愛らしいっていうか、この3つも結構フレグランスの間、また見つかってない間はこれを使ってます。でまたこれからちょっと寒くなってきたりとかするときには、またフレグランスのご紹介もしていきたいと思いますので、